はい、今回はですね、はい、まあ、プロレスのね、まあ、日本プロレス史上最も有名な外国人レスラーと言ってもいいね、うん、黒い呪術師、すごい疑問ですよね、アブドーラザ、アブドーラザブッチャ、はい、アブドーラザブッチャですよね、ブッチャね、地獄好きですよね、ブッチャといえば地獄好きですよね、はい、ドクバレールゴーと、そうね、まあ、1970年から2000年代にかけてね、はい、まあ、額から鉛血をこう流しながら相手をフォークで突き刺す狂気ファイト、うん、で大暴れした、まあ、希代のヒールレスラーなんですけど ね、うん、この狂気でフォークを使うっていうね、この辺の、まあ、衝撃的やね、アイディアって言いましょうか、うん、この辺のことをお話しさせてもらえればなと思います、うん、はい、これはまあね、あの1977年12月15日、うん、蔵前国技館、うん、今の両国国技館ですね、うん、で行われましたね、まあ、このいきなりね、高々と振り上げた拳に銀色に光る狂気が握られていた、でこれで、あ、フォークだって、これ試合を実況していた日本テレビのアナウンサーの方が絶叫した、うん、でここで、まあ、アウドラダ ブッチャはね、右手に握りしめたフォークをテリーファンクの右腕に突き刺し、あったっすね、うん、悲鳴を上げるテリーの二の腕は肉が裂け流血で右足まで真っ赤に血が染まった、うん、それでもブッチャは何のためらいもなくフォークでテリーの右腕を突き刺し肉をえぐり続けたっていうようなね、うん、そういったようなシーンがあったんですね、これプロレスとはいえ、はい、あまりに残酷で、うん、まあね、壮絶凄惨なね、うん、シーンにこれ1万2000人の超満員で埋まった会場は怒号と悲鳴に包まれたっていう、うん、すごいこうカオスと言いましょうか、うん、狂気的なカオスと言いましょうかね、うん、まあ、そこにジュースの缶やみかんなど客席からありとあらゆるものが次々とリングに放り込まれたっていうこの試合、うん、これは1977年、昭和52年ですね、12月15日東京蔵前国技館で行われた全日本プロレスの世界オープンタッグ選手権のこれ最終戦やった、うん、でこれ兄弟とも相手はね、世界最高峰の NWA 世界ヘビー級王座に就いたザ・ファンクス、うん、兄ドリー・ファンクジュニア、弟テリー・ファンクとアブドーラダ・ブッチャーとザ・シークの史上最強最悪コンビの一戦やったんですね、うん、これはまあ共に勝ち点10位で首位を並走して、はい、勝者が優勝賞金これ1000万という、まあ、そういったような大一番やったんですね、当時の1000万円で、まあ、この時の試合をね、まあ、全日本のレフリーとして半世紀近いキャリアを誇る和田恭平レフリーはこの試合は特に印象に残っていると、フォークを凶器で使った最初の試合だったんですね、これが、うん、でまあ、遠くから見ていたけどインパクトが強かった、あれが許されるんだって、ああいうことが許していいんだっていうようなこうあっけに取られたそして当時まだ若手レスラーだった淵正信さん、はい、でこれ驚いたよね、戦慄でしたと、周りのレスラーもびっくりしてお客さんからも悲鳴が上がっていた、うん、そして東京スポーツの記者だった門馬さんもね、これ会場の2階席でこのシーンを目撃した、センセーショナル、ありえないと、よくあんなアイデアが出てきたもんだっていうような形でね、うん、このプロレス特有のこう表現力という部分でフォークを使うというこのね、うん、まあ、観客はもちろん長年プロレスにね関わり数々の激動を見てきた人たちにとってもブッチャーのこのフォークというフォーク攻撃っていうのがこう衝撃的やった、衝撃ですね、うん、まあ、プロレスはね5カウント、まあ、5秒以内であれば反則行為が許されているんですね、うんうん、そうですね、まあ、相手を殴り噛みつき鉄柱に叩きつける五寸釘にビール瓶、サーベルにパイプ椅子、まあ、長い歴史の中で数々の凶器が使われてこれを表現するの、しかしね、うん、ブッチャーはこのフォークっていうのがこれはそのどれよりも人々の恐怖心を煽った、これ何でかと言いますと、うん、フォークっていうのは誰もが日常的に使っている食器やからです、うんうん、先ほどの五寸釘やこのビール瓶とかサーベルとかっていうのは、まあ、パイプ椅子とかね、うん、まあ、狂気って言えばっていうような、まあ、一つの、うん、まあ、アイテムの部分、うん、それをフォークっていうのはこう食事の時に肉を突き刺すあの尖ったフォークっていうことですね、うん、日常に使ってるもんですから、うん、このフォークで想像しやすいですね、尖ってるっていうの分かるし、そうですね、あのステーキとかでいくらでもみんな使いますからね、うん、あのその肉を突き刺すね、ステーキでその肉を突き刺すあの瞬間、あのね感覚っていうのはこう人の二の腕を突き刺しているっていうのはこう、はい、非日常のプロレスの世界っていうですね、うん、これがまあフォークによって日常とつながったと、非日常のプロレスがこの日常に使われているこのフォークという部分が狂気に使われているということで日常とリンクしたっていう、そういったようなまあ見解っていうかな、うん、ぐさりと肉を突き刺すあの感触は誰もがこう、まあ、リアルに探検したと体験してますよね、フォークであのステーキの肉刺すというようなこの部分、うん、それがまあ誰もがリアルに体験している想像力がかきたてられている分だけちょっと生々しくね、うん、恐怖も大きくなったっていうようなね、うん、そういったようなこう見方もできるようなね、この部分、うん、だからこうフォークを使うっていうのはね、うん、まあ、アイディアっていうのが、まあ、このプロレス特有のこの表現方法の一つでね、うん、アイディアもアイディアだけど、うん、もうこうほんまに刺してしまうというのがすごいなって思そうですね、あれは本当なんか子供ながら見てて衝撃すぎて、
もう工事されてるテリーファンクはもうほんまに腕からねほんますごい流血されてね、うんうん、だからこれはこう明確にこうベビーフェイス対ヒールっていうことでね、これはこう明確に分かるわけですよ。もうこの、ファンクス、ザ・ファンクスっていうのはこう当時人気の、うん、っていうことですよね。テレデレテレデレレレレレってこう入場してくるってことですね。そうそう、対こうブッチャーとジッシー・ザ・シールね、この狂気を使う、この明確なベビーフェイス対、うん、もう何でもありもうむちゃくちゃしてくるこのヒールレスラー、ヒールレスラーにね、うん、これをこう代表するようなね、そこにこうフォークっていうのを持ってくるっていうね、このブッチャーのこの、狂気性っていうかね、うん、でこれはやっぱりそういうね当時見てた人はおおすごいすごいっていうのが狂気、うん、もう怖い怖い、僕もちっちゃい頃ブッチャーが怖かったですね。だからこういう試合を幼少期見てた人はねもうそういうこう怖い恐怖するっていうのは、うん、外国人レスラー何してるのか分からへんみたいな、そういったようなこうプロレスのね、うん、明確にこうねあの当時は特にこうね、うん、ベビーベースね、まあ、正義っていう部分と、うん、ヒールっていう悪の分っていうのが対立っていうのが一つのプロレスのね、見どころだったと思います。そんな中でもこのブッチャーっていうのはね非常にね、悪役レスラーっていうのでちょっと飛び抜けてますよね、まあ、現在も80を超えてられるというのこのブッチャーね、まだねこういうそういう外国人レスラーっていうのも今後ねレスあの今のプロレスマットにも出てきてほしいですね。そうですね、まあちょっとね、かなり個性豊かですもんね、当時そこに来たからね、まあ、今の時代ちょっとまあそういう表現はしにくいですけれども、だってもうブッチャーの履いてるあの靴もね、先のトンカンの靴振り向いて反り返った、なんちゅう靴履いてんねやって、ほんまに呪いかけられるんじゃないかとか、ね、そう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 、あれがこう、まあ、呪術師というようなもの、そう黒いね黒魔術的なねボタボタなね、ズボンを履いてコスチューム一つからそういうようなこう表現力って言いましょうか、そういったことにねあの特化したようなね部分でしたね、まあ、この辺のことをねこう考えるとすごいプロレスの表現というのはすごい部分ですよね。はい、はい、ではまたこのコメントに、まあ、コメントいただければね皆さんからも幸いです。はい、ではまた次回ありがとうございました。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。グッドボタン、チャンネル